起きてピカチュウ。目を覚まして。あ、寝てる。超絶寝てるわ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、山吹シティはもうジムも終わったんだけれど、さあ次はどこへ向かえばよろしいのかしら。まあ、とりあえずこっちに抜けていく。12番道路。なんかめっちゃ水辺や、水辺。何ここ。ここは12番道路。北シオンタウン。建物が。この先はどこですか。2階は見晴らしの良い展望台になってます。2階上がれるの。上がろう。こっちまだ来たことなかったね。初めて来た。12番道路に忘れっぽいおじいさんが住んでるよ。忘れっぽい、あれか、技を忘れさせてくれるおじいさんかな。私が可愛がってたポケモン、今はポケモンタワーでお休みしてるの。そうだ、私の技マシンお姉ちゃんにあげるわ。私もういらないから。あー、お亡くなりになったってことか。アイナは技マシン50羽休めを手に入れた。どういう技なのこれは。技マシン50は羽休めという技なの。ちょっとだけ一休みして HP を回復するの。あ、そういう感じね。なるほど。見えるんかな。釣りをしてるおじさんだ。こっちはポケモンタワーが見える。なるほどね。ここではポケモン技マシンがもらえるということで、さあ抜けていこう。ってことはここ、ここかな。12番道路。え、全然違った。全くもって違った。とりあえず進んでいきまして、あ、どうも。慌てるな。待つこともまた釣りに楽しみである。この辺はピカチュウで行けるかなね。はい。おっと、ちょっと待ってくれ。待つことも大事とは言われたけど、何、君を待たないといかないの。私、釣り竿がなくても水ポケモンは捕まるが、わしはこだわりたいんだ。釣り竿欲しいの。釣り竿くれないの誰か。お、虫寄せコロンを見つけた。まあ虫寄せコロンは別になくてもね、わらわらポケモンたち出てくるから。いい。あれは多分あれよね、こう水辺を泳げないと取れないアイテムってことよね。まだ泳げるようにはなってないよね。どこに行ったら泳げるようになるんやろう。ここは釣りの名所。わかるよ、釣り人たちがいっぱいいるからね。どうも。釣りばっかりしてないで、もっと仕事もできれば最高なんだが。それが分かってるんなら仕事をしましょうよ。奥さんとかいないんすか。あれやないん、実はなんか仕事行ってくるねって言ってなんか釣りに来たんやない。おー、ギャラドス、いいね。こうよくドラマとかであるやん、仕事行ってくるって言ってなんかリストラされたおじさんが公園におるみたいな感じ。あんな感じじゃない。違うかな。でもあれよくバレんなって思うよね。なかなかうまくいかんものじゃ。頑張ってよおじさん。ははは、大丈夫、負けたくらいで腹は立てんよ。まあね、そこで腹立てたらポケモントレーナーやめちまえって話だから。あ、どうも。君の相棒かわいいな、勝負させてよ。かわいい子をそんな痛めつけるんですか。エリートトレーナーの A1 が勝負を仕掛けてきた。お、ミュウがレベル43。かわいい見た目に騙されちゃダメだな。だからそこまでね、不思議花とかそんなかわいくないけんね。さては、かわいさでトレーナーを油断させる作戦だな。いや、そうしたいけど、あ、でもね、確かに頭に乗っとるのは EV やし、連れて歩けるのはピカチュウやけん、まあ、確かに騙されても仕方がないって。なんだ、びっくりしたぞ。カビゴンじゃねえか。ポケモンがとても気持ちよしそうに寝ています。ポケモンの笛を使いますか。はい、起きろ起きろよカビゴン。そう、富士爺さんにもらっとったけんね、ポケモンの笛。おー、起きた。カビゴンが目を覚ました。お、カビゴンはアイナを見てよだれを垂らしてる。私は美味しくないぞ。アイナさん、何、誰。おう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 、ポケモンの笛を差し上げたとき言い忘れていたことが。って、おや、まあいいタイミングですね。
このカビゴンというポケモン、目覚めた時初めて見たものを食べ物と勘違いして襲ってくることがあるのです。どんな勘違い？親と勘違いしろよ。そうなったら危ないので戦っておとなしくしてあげてください。倒すとおとなしくなっていつものように捕獲できますよ。戦わないといけないのか。カビゴンは寝ぼけて襲ってきた。なるほど、野生のカビゴンが現れた。なに、強そうだな。とりあえず一旦倒したんでいいよね、これ。とりあえず一旦、あ、結構レベル高いちょっとびっくりした。あ、効果がないぞ。そっか、カビゴンはノーマルタイプってことか。ってことはちょっと待って、ちょっと待って、普通にちょっと待って、どうしよう、ミュウで行こうか。よし、おいで、出ておいでミュウ。よし、これでなんかいろんな意味でダメージがすごそうよだれでべしゃべしゃになりそうやもんね、顔。つらーい。よし、スピードスター。え、あまり効かない、あまり効かないだと。ちょ、待ってよ、最高ウェーブでいけ。お、全然効かないんですけどちょ、全然効かないんですけど、ちょっと待って、ゴローンとかで行こうか。ちょ、ゴローン出ておいで。な、思ったより強かった、ちょっとびっくりした堂々としてるな、カビゴン。てか、藤井さんわざわざこんなところまで来てくれたんやね、ありがたや。よっしゃ、ちょっと本気出して、当たれよ当たー、釣られた。寝ないでね、寝ないでね、ゴロン。よし、岩なだれ。おお、これでもう仕留めたと思ったのに。耐えるのか、そこ。あー、寝た。もうちょっと耐えていただきたかったんですけど。なんてこったい。ほら、起きて、ゴロン、起きて。あっちも寝たけどあっちも寝たけど。え、どれぐらい回復するんやろこれ。え、やばいやばいやばい、なに、そ、え、全部全回復なの。やめてよ、起きてゴロン。はい、来た、岩落とし。しかしびくともしないえ、寝ます、その状態で。雷パンチ、いけい。くし、止めたと思ったのに。よし、岩落としで仕留めよう、これで。はい、オッケー。これであとは捕まえればいいだけ。野生のカビゴンを捕まえるチャンス。構える、かっ、全然違うところに当たった全くもって違うところに当たったけど大丈夫、いける。おお、一発やん、やったね、やった、カビゴンを捕まえた、やったやった、嬉しいやつ。お、ピカチュウとゴローンがレベルアップ。ピカチュウレベル37のゴローンレベル48。いいね、60まで大丈夫やったよね、確か。カビゴン、居眠りポケモン。多少カビが生えていても気にしないで食べまくる。お腹を壊したりもしない、強。そんなお腹が欲しいです、私なんとアイナさん、見事ですね。今のカビゴンのようにたまにトレーナーを襲ってくるポケモンがいます。そういったポケモンは倒して捕獲するんですよ。なるほど、この先じゃあそういうのがおるってことやね。いいですか、倒して捕獲ですからね。それでは、ありがとうおじいさん、はるばると。お知らせ、時々この辺りで昼寝するポケモンがいます。なかなか起きないので通れないときは通り回り道してください。私は倒しましたよ。ん、こっちの方向にも行けるのか。11番道路、こっちはどこ？ポケモンに名前つけるの結構悩んじゃうよね。いっそのこと毎日名前変えるのはどうだろう。絶対わかんなくなるからやめとけやめとけ。こっちの方向、あ、来たことあるところか。ってことはあっちをまっすぐ進んでいけばいいってことかな。よし、行きましょうか。あ、ここも2階があるっぽい。
待って、ここの2階行ったことあったっけ、私。2階何？シオンタウンへ向かうなら岩山トンネルを抜けるといいよ。花田シティからなら岩山トンネルに行けるよ。そんなところまで戻ってきたのか。シオンタウン行きたいのに、おっきいポケモンがグースか寝てて通れないの。え、どかしてくれたの？ありがとう。全然。迎えるよ、これで。僕覚えてます？ほら、大木戸博士の助手です。おお、マジで。ポケモン図鑑が30種類集まってるようなら、ジャッジ機能を渡すよう、博士に言われました。何、ジャッジ機能って。それでは、早速、アイナさん。捕まえたポケモンは30種類より多いかな？多いよ。多いでしょ？なるほど。捕まえたポケモンは48種類ですね。思ったより少なかったけど。おめでとう。それではバッグをアップデートしてあげます。アイナのバッグにジャッジ機能が追加された。何ジャッジ機能？何ジャッジするの？ポケモンの様子を見ると、そのポケモンの生まれ持った力がわかるようになりましたよ。へえ、なんかよくわからんけど。そうらしいよ。シオンタウンに行くには花田シティから岩山を抜ければ良さそう。素晴らしい景色だ。なんだ、急になんか言うことが適当になったな。はい、それじゃあちょっと下の方行ってみようかな。まあ、確かに、タウンマップで見た感じも下繋がっとったよね。何かしら。はい、じゃあこっち行きましょう。またしてもなんか釣りの名所が繋がっとんやね。何が釣れるかって？そりゃ釣ってみなきゃわからんよ。まあ、そりゃそうだな。でもこの辺で何がよく取れるかとかわかるんじゃないのか。釣り人でしょ君。実は釣りしてないな。しくじったな。まあ、私が強かったっていうことで。ああ、コイキングね。よく釣れるけど弱すぎるんだよな。わかるよ、それは。だって跳ねるしか能力ないやん。また宿の人おったね、下に。あれ、ここにおじいさん、あ、いた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 。わしは一体、ダメじゃ何も思い出せん。あなたが何も思い出さなくてどうするんだ。ん？もしかしてお前さん、わしが誰か知ってるかね？あ、もしかして技を忘れさせるんじゃなくて、あれかな？名前を変えることができる人かな？忘れ親父。わしが忘れ親父？そうじゃったかの。どうにもピンとこんの。え？違うの？違うんすか？もう一個の方にしよう。やり直しが可能らしい。マジカル親父。わしがマジカル親父。なんと素敵な響きなんじゃ。きっとそうじゃよ。わしはマジカル親父じゃ。そうなんや。思い出させてくれたお礼に。ほれ。お、アイナ、技マシーン32、マジカル社員を手に入れた。何それ。なんのやつこれ。技マシーン32はマジカル社員。関東では珍しいフェアリータイプの攻撃を繰り出すぞい。フェアリータイプか。なるほどね。まあ、ありがたくいただいていきましょう。さ、この先の街は一体どこなんやろうな。なんかめっちゃ黄昏れてない？あ、ここなんか切って入れる。はい。そしてちょっとさっき。僕の専門電気だから、ポケモンは詳しくないよ。そうですか。そんなことは聞いてないですけども。まあ。よし。そしてちょっとそこのモンスターボールを。ふにゃふにゃ。何それ。どういう反応？ちょっとよくわからないんだけど。確か水は電気をよく通すから技が効くはずだよね。まあ、私が使ってるのが水タイプじゃなかったからそれはしょうがないさ。お？水の石ゲットした！マジで？やったね。でも水の石で進化できる子が別におらんのよね。月の石探してるんだけど、君持ってない？持ってないです、全然。私も月の石欲しいけどね。ありゃりゃ。ありゃりゃ。かわいい反応。月の石があればポケモンが進化して僕飼ってたかもしれないよ。月の石関係あるのか？これでね、ここにあるのが月の石やったらちょっと笑うけど。あ、もしかしてあなたはコーチトレーナー。海風香るロマンティックな橋でトレーニングすれば効果も倍増ですわ。レッツコーチング、準備はよくって。オッケー。さあ、ポケモン勝負、始めやがりますわよ。なんか丁寧なんだかガサツなんだかよくわからない喋り方をする。
コーチトレーナーの両瀬が勝負を仕掛けてきた。両瀬、なんか名字みたいよね。名字でもまあ聞いたことはないけど、ここはピカチュウの出番だな。よし、ピカチュウ出ておいで。バタフリーって可愛いよね。私めっちゃ思うんやけど、超可愛い。え、これバタフリーはさ、このゲームの中でも、あ、違うな、メスやけん色が違うとかそういうのはないんか。なんかあれ、アニメではさ、バタフリーのメスはピンクやったんよね。めっちゃ可愛いと思ったんやけど。なるほど、こういうとこでは別に変わらないのね。起きてピカチュウ、目を覚まして。あ、寝てる、超絶寝てるわ。え、なに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 、え、怖い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 、なに、一発でやられたんだけど。まあ、一発って言ってももう半分以下にはなっとったけど、え、まさかやられるとは思わなかったんですけど。不思議花で行こう。早く次の町に着きたい、回復がしたいです。花びらの舞。あ、え、全然効かない。え、びっくりするぐらい効かないんだけど。虫のさざめきって何？虫のさざめきとか初めて聞いたんだけど、何その技。え、なんか思った以上に花びらの舞が効かなくてちょっと困惑している私。マジか、そんなに効かない。虫さざめきまくるやん、ちょっと。え、待って待って待って、葉っぱカッター、いけ、葉っぱカッター。見た目的にはね、花びらの前よりよっぽど効きそうな感じするんやけど、全然ないよね。え、待って、私ゴローンとかにしようかな。これまだ1匹目やろ。え、まだ1匹目やろ、やばくない？ちょ、待って、はい、交代交代。ここに来てやっとちょっとコーチトレーナーがコーチトレーナーっぽい感じに。あ、待って、やばい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 。え、ゴロン、そんなのでやられちゃダメでしょう。ほらほら、あ、雷パンチにすればよかった。でもどっちにしろあっちの攻撃で終わりか。ゴローンはあれなんやね。なんかちょっと私を悲しませないために踏みとどまろうとかいう気がないんやね。え、なんかやばいんやけど、バタフリーに2匹やられたんやけど、どんだけ。え、私らあれよ、山吹シティのジムリーダーも倒してきたんだよ。どういうことなの。二度蹴り、うわ、効かなすぎやろ、怖いんやけど。え、どんだけなの。ちょ、待って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 、いいぞいいぞ、イーブイ。これあれなんかな、このパートナーのポケモンと連れて歩きよるポケモンの2匹がなんか避けれるみたいな感じなんかな。普通にノーマルが一番効くやないか。はい、スピードスター、いけー。しかしまだ2匹目がいるんだな。よし、こい、次は誰や。お、ゴーストレベル38、やったね。そしてピクシー、このまんまでいきます。いいねいいね。しかしでかいな。でかいな。二度蹴り、やっぱ普通にスピードスターがいいんかな。ね、全然効かんね、びっくりする。お、イーブイ、なんか今回めっちゃ技避けまくってくれるやん、ありがたい。よし、スピードスター、これでいくわ私。おお、褒めてもらおうと急所に当てた。そんなことができるの。あー、今のがあれ、マジカル社員、あれね、フェアリー系の技って言ったもんね。へえ、なるほど、あれや、太陽剣みたいな感じやね。違うかな。あー、眠ったよ、ついに当たってしまったよ。ちょ、起きて起きて起きてよ、イーブイ。あー、寝たまんまだ、くそー。あ、しかも夢食いっていう、ちょっとダメダメダメ、そんな追い打ちをかけるようなことをしないで。起きて起きて、イーブイ。あー、
起きてくれたかと思ったのに全然だった。ほら寝てる限り夢食われまくるよ。そして相手が回復していく。起きて、そろそろ。あーまだまだなの。ほら夢食われるよ。ですよね。あーあとちょっとだ。目覚めてくれ、目覚めてくれ。おっと、心配させまいとなんとか目を覚ました。そんな感情があるの、寝てたのに。スピードスター。でもこの一発じゃねいけんよね、やっぱり。くわってことはえ、やばい、こんなところで追い込まれると思わんかったんやけど。ちょっとミュウ頑張ってね。ジムリーダーでもないのにさ。え、やばい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 。どんだけだよ。あー、ミュウ麻痺ってるし、なんか。あー、耐えてー。え、動かない、マジで。おーっと、気合い素晴らしすぎるよ。どうしたの。全然もうあれなんやね。ペアじゃないわ。パートナーとかそういうの何にも関係なくできるわけね。懐いてくれとるってことかな。寝たんじゃないでしょうね。そこも気合で。おお、ミュウ頑張る。めっちゃ超絶いい子なんだけど、ミュウやばい、頑張って。ほらスピードスター、いいね。いいね、ま、これででもね、いけたから。うっとり、うっとりするやろう、うちのミュウ。かわいいやろう。しかもけなげ。なんてロマンティックな戦い。感謝の気持ちですわ。お、アイナ、技マシン59、夢食いを手に入れた。技マシン59は夢食いを覚える技マシンですわ。眠ってる相手にしか使えませんが、効果は絶大ですの。良きかな、良きかな。さあ、この後、トレーナーに会いませんように。うわ、なんかクラブがいっぱいおる。ん？あ、13番道路に入ったけど。なんかトレーナーいっぱいおるな。うーっと、なに、あれ、キングラー？じゃあ、トレーナーに会わないように行きたいんだけどさ。北サイレンズブリッジ。サイレンズブリッジ？なんか、この先。おる。あ、でもこれ。いけんやん。あ、でもあっちなんかくる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 回りよるけん。あっちと、いけんくね。あ、でもここ。こういう風に行けば、なんとか、避けていけるんではないでしょうか。バックの動画は Y ボタンで整理できる。技マシンの絞り込みもできて便利。このさ、なんかモンスターボール使いよったらさ、Y ボタンっていうのがどれなんかが全くわからんのやけど。え、待って、これは、どうなの？違う。別のボタンを押した。さあ、あっちを向くんだ。よし。でもこれ突き当たりとかに、おー、おらん、よかった。はい、結局。あ、でもよかった。普通に避けていけた。え、これ町着くかな。14番道路まで来たけど、どうなんやろ。こっち向く、この子。いや、向かない、大丈夫。はい、あれ、赤竹シティ、ここ赤竹シティのとこ。ん、赤竹シティ、あ、私が思っとるの全然違うとこやわ。私が思っとるのあれや。クチバシティやわ。うん、クチバシティや。ここはもう出や、うわ、モルフォンでかっ。あ、ほらー。ほらー。あったあった。気が乗らないけど、しょうがない、やるか。気が乗らないんならちょっとやめといてもらっていいよ。だって私回復しないといけないからさ。弱い子めった打ちにするのちょっといかんやろ。鳥使い？じゃあ、うちピカチュウちょっとやられてるような気がするんですけど、大丈夫ですかね。うちのピカチュウ多分やられてると、え、やられてないかな、もしかして。え、やられてます。やられてました。あ、しかもレベル高いよね、この辺やけんさ。夢食い全然レベルアップで覚えとるやん。悪の波動。お、これはいいぞいいぞ。じゃあその調子で。あ、でも相手2匹持っとんよね。やめてくれますかね。やめてくれますかね。この先、赤竹シティ、赤竹シティってあれか。
今日のところ毒タイプ使う今日やろ、忍者の忍者屋敷のところやろなるほどね、そこなんやね。やめてよ、ちょっと効果抜群なんですけど。ゴースト同士でも効果抜群、あ、違う、悪か。え、ゴーストには悪も効くの？じゃあゴーストタイプ意外と弱点多くねえ、めっちゃ思ったけど意外と多くね。待って、草タイプって飛行タイプに対してなんか弱くなかったっけ、気のせいかな気のせいではない気がするんやけど。花びらの舞、あ、でもいける、あ、いける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 、攻撃技を出してこない限りいける。最近花びらの舞だ。お、あ、これや、さっきの羽休め、わざましいもらったやつやね。結構回復するんやね。へえ。しかし、オッケー。いや、まあ私あと2匹しかいないからさ、ほんと回復しに行きたいんだめちゃくちゃ回復しに行きたいんだ。あー、やっぱりな。だからやめとけって言ったんだよねえ、人の言うこと聞かんけん。空の広さに比べたら勝ち負けなんてどうってことないのさ。そうっすか、こっちにはどうってことあるんだよ。お、すごい傷薬ゲット。もうすぐ町着くかな。石畜、なんか何、なんかあった、何もないよな、何にもないよ。もうびっくりしたわ。向こう向けよ。よし、でこの人の後ろを通って、石畜シティはまだなのあ、名前呼んでみる。どうしたの、ご機嫌ね。ピカチュウは元気に返事をした、かわいいか。ちょ待って、モンスターポール、そこの道具を拾いたいんだよ私。分かってる、だから回復をさせてあげたいの。お、ハイパーボール3つ、いいね。これもしかして上通ったらさ、なんか誰にも会わずに行けるとか、そういうそういうことはないですかね。15番道路、今のあれよね、うつどんかなんか、何見ようやら、あの人、あの石畜シティに早く、怖っえ、でも今の距離で大丈夫やったんや。あ、この先じゃない石畜シティ。お、波乗り、あ、でも波乗りじゃないんやね、あの、なんやっけ、このフィールド上で使うやつ。またそれも違う名前ってことかな。ポケモン図鑑作ってる子って君？大木戸博士の助手の方が来てたよ。あ、マジで？ 2 階におる？もしかして。ちょっと会いに行くわ。あ、こっち側の人おらんのやね。同じとこじゃないよね、これ。石畜シティは珍しいポケモンいっぱいで、うひょー。でも町のポケモンだから捕まえるのはダメなんだって。町のポケモン？僕覚えてます？ほら、大木戸博士の助手です。ポケモン図鑑は50種類集まってないんだな。すんばらしい道具、それはちょっとぜひ欲しいです。多くないんだよね。ちょ待って、48やったよね確か、私が持っとるポケモンってことは、その辺で捕まえて、その辺で捕まえてすんばらしい道具をもらえばいいっていうことよね。お、石畜に着いた、何着いた、あ、着いた、着いたよ石畜シティ、やったね。あ、これか、町のポケモンだからっていうのは。あの、ポケモンセンター、あった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 。え？いけなーい。あ、てかすごい、なんか、なんて言うんやろ。洋風な感じなのに和風な街並みやね。いいね。やっぱ今日だから。ちょ、街が入り組んでてポケモンセンターに行けないんだけど、やめてよ。そういう、ちょっと段差の多い作りとかいらないから。ほら、この辺めっちゃ和風じゃない？よきよき。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、石畜シティか。なんかこの街でも私は迷子になりそうな気がするんやけど。頑張っていこうかな。